中川先生の優しいビジネス研究、人的資本経営も実に13回と気がつけば結構やってきておりますけれども、今回からは人材をどう活躍させるのかという話に入っていきたいと思います。正直この人材の活躍という部分についてはアドホックに、まあ、その場しのぎ的にあるいは思いつき的に対応しがちであるから、こういう領域こそきちんと基本理論を押さえておくのが大切だと考えます。個人のパフォーマンスってどういう要素で決まってくるのか、それをどうやって高めていくのか、ぜひ皆さんには理論を知っていただいて、それを皆さんの現場で使えるようになってもらいたいと思います。そんなわけで早速この人材活躍の基本理論なんですけども、もう古くから実は経営学の領域では AMO というものが知られています。個人が技能を組織の中で発揮できるその度合いというのはアビリティ、まずその本人がどれくらいの技能を持っており、次にモチベーション、どれくらい仕事に向かう熱情を持っており、そして最後にオポチュニティというところで、その本人に良き機会が提供されているということ、技能があり、モチベーションがあり、そして適切な機会にその人材が投入されているということ、この3条件がポイントになってくるんです。正直これだけでも私はこれを念頭に人の配置だとか育成をやっていくだけでだいぶ違うというふうに考えています。何よりもまず技能がないと仕事になりませんよねと、そしてその人物をどうやってモチベーションを高めていくんですか、そしてその本人の持っている技能に合わせてどういうふうに職務を与えてあげるのか、 AMO この3要素なんだってこと、これが基本公式だということをまず押さえておき、そして必ず人事の仕事、各種の仕事の中にインストールしていくこと、そんな意味においてです、私別にどっかから金もらってるわけじゃないんですけども、タレントマネジメントシステムというのは今日必須だと考えてよろしいでしょう。ある程度の従業員が増えてきたですね、言っても数十人クラスであればお互いにどういう人物で今どういうモチベーションで働いていて、どういう技能なのか、どんな仕事がやりたいのか分かっていますから、数十人までは必要ないでしょう。ですけれども100人を超えてきて、まあ一般に200人ぐらいから大変だというふうに言われますけれども、それぐらいの数字になってきましたならば、タレントマネジメントシステムを入れていきまして、その人がどういう技能を持っている、今どういう仕事にアサインしている、どういうキャリアの方向性を描いている、一人一人のプロフィールシートを持っておき、適材適所で人員を配置していく、これを実施するのが鉄則です。そしてこのシートというのは常にアップデートしなければしょうがないです。人の技能というのはどんどん変わってきますし、モチベーションのありかというもの、あるいはモチベーションの状態というのも結構変動しますから、それらを考えるならば必ずアップデートをしていくことで個人の状態を逐次把握するようにしましょう。で、アビリティの高め方は正直なところここまでで、私は結構話をしてきました。人材育成の方法ということでは一通り、まあ私のメイン領域ですからね、これについては解説をしてきましたので、今回は特に M と O、モチベーションとオポチュニティというものについて話をしていきたいと思いますが、まあ優秀なマネージャーさんであれば、あるいは優秀な人事スタッフさん、人事マネージャーさんであるならば、よくよくご存知でありますように、モチベーションとオポチュニティというのは表裏一体、本田宗一郎をしてどんな人でもその人に合った適職を与えてやれば一生懸命やるもんなんだと、そういう言葉を残しています。稲森和夫も同じようなことを言っておりまして、そんな意味で、そうなんです。モチベーションを高める最も重要な方法は、その人物がまさにこれが自分がやりたかった、やるべき仕事だと思えるような仕事にアサインさせてあげるということで、モチベーションとオポチュニティは表裏一体、良い機会を与えることこそが人に動機を与える最も重要な方法です。その意味でですね、タレントマネジメントシートをどうやって活用していくか、まあタレントマネジメントシートを使わないレベルの規模の会社だったとしても発想はもちろん同じです。ここで考えるべきことというのは Will, Can, Must と言われる、まあ俗にキャリアアンカーと呼ばれたりですとか、その人物の転職、適職探しを使う時の必須ツールですね。まあ正直創業する時の創業の考え方を Will, Can, Must とっても便利ですし、まあ自分は一体どういう仕事があってるんだろう、学生さんがそれを考えるにもWill, Can, Must大変便利です。まあいい加減 Will, Can, Must って何なのかということを説明しておきますと、ウィルというのはやりたいこと、自分は何がやりたいのか、キャンというのは自分ができること、自分にはどういう技能があるのか、そしてマストというのはこれは文脈によって変わりますけれども、やらねばならないことということで、
まあ、通常のキャリアアンカーにおいてはこのやらねばならないことというのは自分がやらねばならないと信ずること、社会にこういうことは求められているのだ、社会に何が必要なのかということに関する自分の使命感と、これ結構間違えて運用されているので、念のため私はここでこの正しいスタイルでのウィルキャンマストのマスト、これを定義しておきたいと思います。まあ、なぜならばこのマストというのがお前がやらなきゃいけない仕事という形で人事だとか上司とかがこれがお前のマストだからなと、こういうふうに誤解されて使われているケースが結構ある、めちゃくちゃある、なんなら8割方これかもしれないわけなんですけども、なので本来この理論を提唱した人、社員教授なんかは何を言っていたかといえば、やりたいこと、できること、そして自分自身がやらねばならない、社会にとってこういうことが果たされなければいけない仕事、これを考えてください、これが基本だったと、まあ、とはいえなんです。じゃあこの文脈においてどっちで使うかといえば、個人が自分の職場の中で考えるにあたってやりたいこと、できること、この文脈では組織の中で自分がやらねばならないことという形で、社会にという、この社会の範囲をぐっと組織という範囲に絞りまして、会社の中で自分に求められているのは何なのか、このように考えていく中から自分はこの組織の中で何をなすべきなのか、これを見つけてもらうわけです。まあ、それで全員この通りに配置できればいいわけですけども、そうもなかなかいかないという問題はあったにしても、基本原則個人としてウィルキャンマストを整えて、自分が果たすべきこの組織の中でやるべき仕事は何なのか、これを見つけてもらうのが、これが大前提です。まずはこれをやってみる。ただこの基本原則ではうまくいかない、この基本原則だけで組織が回らないのが事業組織、会社というものの宿命でございますから、だからこそ必ずしもここにぴったりでない時にどうしたらいいのか、そこまでちゃんと理論は進んでいます。それは何なのかといえば、まあ、最大限ウィルキャンマストに寄せてあげた上でちょっとずれるかなのずれの部分はジョブクラフティングという技術ですり合わせていくんです。まあ、読んで字の通りジョブをクラフトするんですね。仕事内容を作り変えていくわけなんですけども、これっていうのは上司だとか周りのサポートもあるし、ご本人も努力があって一緒になってジョブをクラフトしていくわけなんです。そうして自分がやりたい形に収めていくわけなんですね。この主体的に仕事の形を作り変えられるというのはモチベーション上大変重要だということは分かっておりまして、自分の動機に沿った自分だけの仕事をデザインしていったならば、どんな仕事だって自分が一番やりたい仕事にデザインできるということで、まあ、ただこのクラフトをするというのは本来どんずばではまっていないからこそクラフトせざるを得ないんだという意味で言えば、先立つ大原則はウィルキャンマストなんです。そうなんですけども、それで収まりきらない、うまく上手にはまりきらない状況においてクラフトをして調整をかけてうまくはめ込んでいくわけです。クラフトのレベルは3つあります。作業自体をクラフトしてあげる、自分のやりたいような業務にしてあげる。第2のレベルは関係のクラフト。これ本当に職場において重要でして、言うてもですね、仕事が楽しい楽しくないは大抵その周りの人間関係で決まってきたりするわけで、ここについてはですね、やっぱ気持ちよくお互いが働けるように最大限関係のクラフトっていうのをする必要があります。まあ、人を遠ざける、近づけるという話だけではなくて、例えばですね、もっともっと人と話をしたいと、そういう働き方をしたいのであれば、バーバルコミュニケーション、オーラルコミュニケーション、言語的なコミュニケーションをさせるようにデザインしてあげればいいですし、自分はメールとかチャットベースぐらいが合ってるということであれば、そういうふうにしてあげる。単に人と人との相性がいい悪いだけではなくて、一人一人が心地の良い人と人との関係というのがあるから、それに沿わせてあげる、これが大切なんだよ。そして第3には認知のクラフティングで、その仕事をどういうものと捉えるのか、自分なりにその仕事のやる意味だとか自分のキャリアにとっての意味をちゃんと理解することができれば、仕事の自分語とかに一番有効な方法なんですけども、正直ここをしくじると、これがうまくできないから仕事にうまくシュッと入っていけないっていう人が多いわけですよね。ですからこう認知をちゃんとクラフトしてあげる、この仕事は社会的にどういう意味なのか、仲間にとってどういう意味なのか、自分にとってどういう意味なのか、それが捕まえられた時に、あなたはその仕事を自分の仕事としてモチベーション高く働けるようになるんです。まあ、かくしてこう人材の活躍、今回は個人に焦点を当てていきましたけども、個人の活躍のためにはまず一番大きいモデルとして AMO というものがあります。
これを前提に、まあ、アビリティの強化についてはここまで話をしてきましたから、モチベーション、オポチュニティをうまく設計するためには、Will, Can, Must でその人がやるべき仕事というのを一緒に見つけてあげる。そこにうまく収まらない要素については、ジョブクラフティングで整えてあげる。この3ステップが人材活躍の個人に注目した時の基本理論ということになります。次回はこれに続きまして、グループ、チームをどうやって活性化するのかという論点に進んでいきたいと思いますので、引き続きぜひご覧いただければと思います。おっと、ちょっと待ってください。最後にもう一個だけ、皆さんの役に立つ宣伝なのでぜひ聞いていっていただければと思います。今度、やさびで無料オンラインセミナーを実施いたします。まあ実は毎月実施しているんですけれども、人的資本経営をどうやって実現していくのかについて、無料なんですけど、クローズドのオンラインセミナーをやっているんですね。ぜひ皆さん興味がありましたらご参加いただければで、次回が8月26日19時から身につくワークショップ型研修のデザインと題しまして、そう、研修をワークショップで身につけるように行っていくためにはどうしたらいいのか、その背後にある思いとしては、すっごい100万のギャラで有名人を呼んできて喋ってもらって、それでそあなたの会社の従業員育ちますかって話、そういう研修にしないためにも、学び手の方に主体性を置いた形でどうやって物事をデザインするのか、ぜひ皆さんと一緒に議論をして皆さんのお悩みに答えていきたいなと思います。登録しておきましたら、欠席でも後日アーカイブで視聴可能なので、登録はぜひ概要欄のリンクからやっておいていただければと思います。皆さんのご参加をお待ちしております。